メチルマイナス2、ピロリドンは、ラクタム構造を含む5因間の構造を持つ、有機化合物で、極性溶媒の一つである。別名は、N メチルピロリドン、N メチルピロリジンマイナス2オン、1メチルマイナス2、ピロリドン、N メチルマイナス2ピロリジノン、M ピリルなどである。無色、またはわずかに黄色がかった液体であり、水や酢酸エチル、クロロホルム、ベンゼン、 低級アルコールや低級ケトンといった様々な溶媒と混ざり合うことができる。ジメチルフォルムアミドやジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル等と同じくヒプロトン性極性溶媒に属する。N メチルマイナスに、ピロリドンはガンマブチロラクトンとメチルアミンとを縮合させている高い溶解性を持つため、特に高分子化学の分野を中心に、 様々な物質に対する溶媒として用いられる。また、各種繊維やレジン樹脂、金属皮膜プラスチックの表面処理時の溶媒や、ペンキ剥がし剤としても用いられる。N メチルマイナスにピロリドンと、その誘導体は、農薬や医薬品、繊維除剤、過素剤、安定化剤、特殊インクなどの中間体として用いられることもある。またナイロンの線具体でもある。 ゴムの分野では、スチレンブタジエンゴムラテックス製品に用いられ、エレクトロニクス産業においては、プリント基板の製作に用いられる。ありがとうございます。